何この言い方って。なんかね、もう、なんでしょうね、最近。で、明日のために寝ないとね、そうなんですよね。平井アモン君、最近やたら人気になってるからね。アモン君、そう、すごいね。さすが。すごいですよね。まあ、アモン君とね、絡むシーンが映画の作中であるので。見て、みんな見て。行ったことあるよ、西武ドーム。本当に？西武ドームもさ、広いよね。いや、東京ドームに負けてないもん、西武ドーム。西武ドームで、なんだっけ、なんかのアーティストさんのライブを見に行った。いやいや、かわいい。これ、いやいや、みたいな。これ無理嫌やみたいなこんな言い方をしちゃう。昔西武遊園地でデートしたことある。やだ、何それ。西武遊園地デート、あそこさ、でも楽しいよね。西武遊園地、バイキングが好きなの。富士は最強のアイドル。天才的なアイドル様、てん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 、今日何食べた、好きな本は、遊びに行くなら、ってて覚えてない。西武ドーム行った時、とーって思ったところだ。遠いな。でもいいところなんだからね。今度あれですよ、所沢に、大きいアウトレットができるとか、なんだとか、そういう噂が。楽しみ。こんばんにゃ。あ、こんばんにゃ。今日猫なんすね。さあちゃん、ピアス開けてますか？イエス。開けてる。ここと、ここ。もう一つ開けたいなって思ってて、今度はここに開けたいんです。ここに、二箇所ぐらい。やばいね。バチバチやん。バチバチやん。今日何食べた？ごめん、今日はカレーです。おやめて、その反応恥ずかしい。今年久しぶりに埼玉県に行った。本当に埼玉本当にいいからね。自然もあって、東京にはない自然がいっぱいあって、田んぼもあって、あれです、茶畑もあって、山もあり、川もあり、まあ、都会っぽいところもあり、とても素晴らしい県ですよ。だって面白い。東京ドームの出口の風圧は楽しめたのかしら。いや、楽しかった。なんかすっごい風来るの。しかも寒いし。でさ、チアの格好だからさ、こういうやつやん。お腹も空いてて。スカートだし、だから寒すぎてみんな寒い寒いって言ってた。いい土地なんすよ。ピアスは事務所に確認取るの？うん、取る、一応ね。でもね、これは実は取ってないですよ。髪の毛染めるのもね、事務所の許可いるからさ、大変。自然が多くていい。いや、でも大変ではないな。うん、でも私はしばらくこれだ。寒いっす。よいしょよいしょ、ここらへん。うんと、41分ですね。じゃあみんなどしどし質問を待ってます。お待ちしてます。富士は所沢か。ああ、私言ったっけ？わからない。所沢ってさ、有名人、あれか、所ジョージさんと、春日さん。そう、オードリー、春日さんや。だよね。うん？違ったっけ？ちょっと待って。福岡遊びに来てください。福岡行ったことないから行ってみたい。
切実に行ってみたい福岡。いいね。お、この価格いいぞ。藤本のここ空いてますよ。何やってるの待って、ライト調子悪いから新しくした方がよき。本当に今日調子いいと思ったんだけどな。ちょっと明るい方がいい。どう、事務所の管理なかったら一気に派手派手になりそう。え、絶対そうだよ。うん、いやでも、いや絶対そうじゃないな。で、私はちゃんと未来今後のことも考えてて、でお芝居の演技のお仕事もしてるわけだから、その役柄とかもあるし、でも染めちゃったらまたこうやって黒に戻すのも大変だろうなって思って、私はずっとこれでいるかな。許可取らなくていいってなっても。なんかさ、すごいよね。なんかさ、海外の方がさコメントしてくださるんだけどさ、すごいよね。ちゃんと日本語でなんかインドネシア語でのご挨拶ってちゃんと書いてくださって、こうやって挨拶してくれるの、ちゃんと日本語を使ってくださるの、ありがとうございます。とても助かります。ありがとう、うん、ね、頭が回ってきません。どうしよう深夜テンション入ります。最近見たい映画ある？最近見たい映画、さよならエルマントスさよならエルマントスを見たい。みんなも見たいよね。みんな、いや本当にあれ面白いよ。実はもうちょっと確認みたいな感じで映像をもらってて、一応なんか全部一通り見たんですよ、さよならエルマントスを。結構面白いから、ちゃんと映画館でね見たいからね、私もぜひ待って足足、ぜひ皆さんもさよならエリマンタス映画館でご覧ください。渋谷の映画館のポスター見てきたよ。うわー、え、見ました、ツイート。いやすごい、さすがですね。もう本当にいろいろ早い、ありがとうございます。本当に面白いですか？面白いですよ。そりゃそりゃ面白いですよ。なんてくしゃみそうなんですよくしゃみが出そう。ちょっと待って、おいしてない。次の質問いきます。ソウルフードといえば、韓国ですよね、ソウルって。トッポギ、トッポギって私食べたことないからな。ブルダグポギュモピョンピョンミョンっていうさ、あんじゃん。ブルダグポギュモン、なんかそんなやつえとか言わんといて。あ、そっちのソウル、あ、違うの、あ、待って、わかった、ちょっとごめん、私なんか勘違いしてる。私なんか勘違いしてるみたい。ねえ、そんな顔文字使わないで。なんか勘違いしてるみたい。ごめんね。はぁ、なんか、私がバカすぎてさ、恥ずかしいを通り越してもう呆れるよね。自分で呆れてるから。恥ずかしい。ねえ、ごめんね、みんな。私ほんとバカなんす、アホなんです。もうこのキャラを貫いてく、なんかバラエティとか出たいな。アホな藤本沙羅を売ろう。これしかない、もうこれしかないよ。え、わかんない、ソウルフードって何じゃん韓国の料理じゃないよ恥ずかしい、ちょっと待ってね、いけ、恥ずかしいな次の一発ギャグに生かそうだって恥ずかしすぎるでしょ、もうや、どんまいどんまい、今度ライブでギラティア飾るよ
もちろん飾るよ。いやマジで嬉しすぎる。本当に嬉しい。本当に大変でしたよね。あんな集めるの。マジで。しかも、もうなんか言葉が本当に出てこない。ありがとうございます。本当に嬉しいです。一生大事にします。ごめんね、なんか本当に。本当嬉しい。じゃあ、待ってね。ね、すごくかゆい。事務所のプロフにグランロデオの MV 出演って何の曲？何の曲？やばい、ちょっと結構前の話、前のあれなんで、私もちょっと記憶が定かではないけど、でもね、ちょこっとだよ。グランロデオ合ってるかな？私も合ってるか分からん。だってソウルの話がさ、マジ恥ずかしすぎてごめんね、自習中できない。ソウルフードやばい。ほんとソウルフードやばい。ソウルフードってマジ何？みんな教えて。ソウルフードって何？ごめん、ほんと教えて。ココヘル。ソウルフードってみんな何？教えて。ね、マジでこのままだと私本当に韓国の料理ってことになるから。マジは見れば見るほど可愛い。ありがとう。で、鎖骨やば。マジみんな教えてくんない？ソウルフードってどういう意味？お願い教えてください。地元の名物の食べ物、そういうことか。え、そういうこと？地元の名物の食べ物ってこと？ソウルフード。好物？好物みたいなこと？あ、そういうことなの？マジで恥ずかしい。仕事の大ここ皆さんごめんなさい。本当に皆様ありがとうございます。そういうことで、ね、ガチでやばい。本当にやばいんだけど、ちょっとツボ俳優はやばい。ちょっとこれやばいな。一生もらえる。そうなのね。ありがとう。教えてくれてありがとう。危ねえよ。本当にもう。サラちゃん、やっほー。やっほー。お袋の味ね。そういうことか。そう、私のソウルフードは、じゃあ、豚汁。豚汁です。それでいい？合ってるよね。ガチ恥ずかしい。マジ恥ずかしい。本当恥ずかしい。だってさ、ソウルって韓国でしょ？なんでツボってるの？いや、さっきね、コメントで、なんか、好きなソウルフードだっけ？なんかソウルフードなんですかって聞かれて、私さ、バカすぎるからさ、ソウルフードって、ソウルって韓国の料理かと思ってさ、頑張ってさ、ブルダックポキュミョンかなみたいなこと言ってたらさ、違うよって言われて、私ね、やばい。本当に恥ずかしい。もう、やもう本当にそう、そっちのソウル、ソウル。そっか、韓国、コリア、そう、ソウルってあれ、韓国の、都市っていうの？あれでしょ？なんか、県庁所在地みたいな感じのさ。待って、ここ何？じゃあウルトラソウルの歌の意味は何だと思う？そんな考えたことないから。ウルトラソウル、ソウルって字を見る、単語を見るだけで韓国が出てきちゃった。やばい。ウルトラソウル、ウルトラソウル、ウルトラマン、ウルトラマン、そして輝くウルトラソウル。あ、シュートや。ソウルシュートね。待って、どういうこと？輝くウルトラソウル。名物。いや、好物。ウルトラってどういう意味だ？ウルトラってどういう意味？とても
と、あ、もう、とんでもなく、とんでもなく好物。これ、これだ！あ、もうこれでいいよ。そうで、みんな合ってる？教えてよ。とんでもなく好物ってこと。でも、これでしょ？もういいよ、みんな。私も、アホなんです。みんな、アホなの。もういいよ。待って、ウルトラソウルを最悪性と韓国のウルトラマンになる。ウルトラマンがとんでもないところになってしまう。ウルトラマンってことなの？そして輝くウルトラ、ウルトラマンってことなの？ウルトラマンってこと？で絶対違う気がするんだけど、な、何もう分からないです、アホすぎて。すごい、超、あ、ほら、てかとんでもなくも合ってるよね。とんでもなく好物ってことでしょ。ええ今日のライブゲラだけで編集とかの言わないやばすぎるって、もうアホ祭り、とんでもない動画になるよ。編集したら最悪だったね。ちょっと勉強しないと藤本ちゃんになるよって子供たちに伝えておきます。あ、もうぜひそうしてください。でもね、本当にそうですよ、こうならないでくださいねって伝えておいてください。ソウルは英語で日本語に訳すと魂っていう意味なんだよね。私やばくない？年下のコッコにさ、こうやって教えてもらってさ、なんか惨め、私が自分が惨め。ありがとう、教えてくれて。じゃあ魂の好物ってこと。魂の好物、え、そして輝く魂の好物、へいってこと。もういいよ、やめよう、この話。無理無理無理、この話やめよう。みんながおかしくなる、そして私はもうおかしい。もうダメダメダメ、やばいな、これ切り抜かれてさ、なんかさ TikTok とかにさ回ってさ、このミスマガジンやばとかさ言われるのかな。言われるのかな。アホすぎやろ、クソワルタ、わらわらわらみたいなコメントが書かれてさ。まあ別にいいんだけど、私はサラちゃんになれるなら勉強しないじゃん。私みたいになりたい方は勉強しないってください。最低、いつでも輝いていけ。あ、そういうことになるのか。ドッグフードとかキャットフードとか言うでしょ、うん、もうやめてください、お願いします。無理です、無理です、私はもう頭がおかしくなり。バズトラ、バズトラソウル。もう締めに入ってください、お客様だって。はい、すいません、入ります。はい、終わり。何歳ですか？今は19歳です。カラス、挑戦、カラスの背中にバット、どういうこと？ちょっと面白いコメント。カラスの背中にバット乗せるバイトしてる。他におすすめのバイトないですか？そのバイト面白い。どういうこと？カラスの背中にバッタのせ、どういうこと？何そのバイト？やばすぎる。あ、ちょっと面白いな、さっきのコメント。いや、今日安眠できるぞ。ところで、明日は何時に起きるんだい？まあ、6時とかですかね。わからないですね。さあちゃん、そのままでいいよ。そのままでいい。マジ、どんなバイト？本当にそれ。本当におもろい。待ってね。待って、この前、間違えて、後輩に乗せて、まさきの先輩に怒られました。何よ、マジで。どういうバイト？何？何？何？口でさ。
最高。いや面白いね。いいよいいよ面白い。そういうコメント大好き。みんなマジおもろい。ほんとさ、私のファンの人ってさ、ほんと面白いんだよね。マジでおもろい。ニスマガでの一番の思い出は何ですか？いや、もちろん沖縄ですね、そりゃ。沖縄とか。あ、でもね。あ、授賞式。あれは、ほんとにね。ほんと一番の思い出。あれが一番の思い出だな。正直ですね、本当に。あれでもうミスマが、もう伝説がスタートするわけですよ。あれがあってミスマガが活動再開スタートするので、多分それが一番なのかな、思い出としては。はい、行きます。豚汁はごぼうを入れますか？入れる時と入れない時がありますが、作る人によって変わります。私はどんな豚汁でもとても大好きでございます。豚汁はですね、必ず、七味を入れます。七味がないと私は豚汁を食べることができません。でもごぼうも大好きです。あとは、なんだっけ、しみた大根。しみた大根です。あとはそうですね、やっぱり豚汁は豚がないと無理です。本当にさ、私のお母さんが作る豚汁って美味しくて、売ってほしいもん。これ売れるよって言って売ってほしい、うん、豚汁に七味最高。いや本当に そうだよね。声が出ない。声が出ない、大変、声が出なくなりそう。飲む。ちょっと待って、なんかさ、マジで面白いコメントしかしてこないですよね。豚汁にお母さん入ってました。怖すぎなんだけど。ちょっと怖いです。それ怖いですね。豚汁の豚抜きお願いします。あ、無理です。はい、無理です。ごめんなさい、無理です。私マジで豚ないと無理。肉が好きな。豚でもね、汁、本当だよ。なんだっけ、そう、今一国堂さんのモノマネした？してない。してません。してませんよ。何肉が好きですか？まあ何でも好きなんですけど、私は、まあ焼肉で言いますと、タンですね。タンですね。あとはですね、そうですね、鶏肉ですね。鶏肉ってやっぱ太らないじゃないですか。ね、食べても。太らないじゃないですか。だから好きですね。ちょっと待って。とんでもねえ。何がとんでもないですか。やばい、もう23時なんだけど。ちょっとみんな楽しすぎて、私も時間を忘れてしまってました。塗ります。これが、タン、牛タンです。今私の口に塗ったリップはですね、こちらです。一回さ、私さ YouTube やってみたいんだよね。楽しそう。かわいい、ありがとう。背が高くてイケメンより近寄りやすい、面白い人がモテる。そうです、そうです、そうなんですよ。面白い人がいいよね。だって一緒にいてつまんない男の人嫌じゃん。あの、また逆の立場でもさ、一緒に行ってとてもつまらない女の彼女ってさ、嫌じゃないですか。あ、そうでもないかな、わからないけど、人それぞれだよね。ホモリップ僕も好きです。本当ですか。あ、同じやつ持ってますか。いや本当にいいですよね。ハンドパワー、そう、コスメ紹介のね、あれね、こういうやつ、こちらですね、のロム&の、あとロム&の、あと D
ビューイフルウォーターティント08番です。いやマジでメイク配信するか需要あるか分かりませんが、やばい、水間がの活動を終えて水着と活動受けてくれますか。うん、まあちょこちょこやっていきますよ。よくかかとになってますかかとに塗ってんの？塗ってんの？ね？で、とてもなんかそうですね、面白い趣味をお持ちなようでよかったです。男がメイクするの変だと思いますか？いや私は全然変だと思わないんですよね。いやでも逆にさ、今の時代さ、男の子もさメイクするよ。するじゃん。だから全然、私はでも全然おかしくないと思いますよ。やばいね、みんなさどうしよう、延長するか配信延長するか、20分までね、じゃあ20分までやります。お仕事の練習になるかも。あ、さっきのやつかな、これ、これですってやつ。毎日インスタ配信してほしいです。毎日はちょっときついんですけど、まあ、最近はね、まあ、ちょこちょこするように頑張ってます。で、本当に前までの私ってさ、前までの私ってさ、こういう配信とかしないじゃん。ね、みんなどう思った？こいつ全然配信しないじゃんとか思った？思ってたらごめんね。なんて、カツラメイクに入りますか？え、入ろう。もう入るんじゃないですか。まあ、歌舞伎メイクしてください。歌舞伎メイク。こういう、あれですね。無理です。私は、もう本当に、あれですよ。意外と毒舌なのですよ。こう見えて、スパスパ言っちゃう人ですね。人なんです。たまにね、そういうことがあるので、そういう人なんだなって思ってね、もし言われちゃった方は受け止めてください、私のそのコメント。テレビに出演してる人はメイク必須だしね。そうやな。でもね、そうだね、でもテレビとかに出るときは映像とかね、薄いよ本当に。グラビアと同じ、清楚系の女優さんとかだよ。でもギャルとかは また違うけど、ギャルとかさ、今時の女の子とかさ、なんか Z 世代とかさ、そういうタレントさんとかは分からんけど、なんか清楚系の女優さんとかさ、そういう方たちってさ、本当にファンデーションだけだったりさ、眉毛とか、あとちょっとまつげ上げるだけだったりとかさ、本当に薄いのメイクは。それなのに可愛いって本当最強だよね。私はそういう方を目指して頑張ります。頑張ります。待ってね、ちょっと待ってね。サナちゃんの弟さんはピアスやネイルしてるんですか？弟はですね、生意気なのでですね、ピアスをバチバチ開けて髪の毛を染めて、はい、ネイルはしていませんね。これ聞いて、これ弟に聞かれたらさ、私ボコられるんだろうな。本当に怒られる。橋本さんも天使ですよ。嬉しい、嬉しいですよ。ありがとう。待って、質問来てる。今日ははいですね。じゃ聞いてください。今日はっていうか、今日は特にはいなんですけど、配信をしているとですね、あと配信をしてなんかどっか途中で変なキャラ、変なモードに入ってしまうと、もうそこから止まらなくなってしまってですね、このようにとてもおかしなテンションになってしまうということでございまして、ごめんね。なんかこの可愛らしいさ藤本さんいないっす、今いません。可愛らしい藤本さらなんかいません。おかしな藤本さらを今皆様にお見せしてしまっていて、はいはい、きっと私これお母さんも見てんだろうな。お母さん見てそう。もう
恥ずかしい限りです。しかもリア友もいてそう、リア友も見てそうなんだけど、でもねそんなリア友と関わってないかな。ちょっと待ってね。はい、いきます。豚汁のタンの由来をご存知ですか？豚汁のタンは豚ですね。豚肉のタンですね。え、合ってますか？合ってますか？わかりません。合ってるか合ってないかを教えていただけるととてもとても助かります。はい、そうめんと。待って待って、そうめんとそば。何冷そば何これねえ、もう私本当に漢字無理で、こういう漢字でさえ読めないからさ、本当バカなんだなって。まあそばってことにしといていいですか？あ、そばではないな。ちょっと待って、えねえ教えてえって言わないねえ、マジで何教えてそうめんとこれ何、冷麦冷や麦って言うのこれ。で、ひ、まず、冷や麦って何？待って。まず、私は、冷や麦という食べ物ですかね、これは。知らない？知らなかったです。麦茶？麦茶？ね、待って、何冷や麦って。冷や麦って何ですか？麺、麺。あの、そうめんみたいな麺ってこと？なんなんですかね。もう無理です。私はもう無理です。私本当バカすぎます。冷や麦を知らなかったパターン、そうなんです。冷や麦知らなかった。はい、知らなかったです。終わった。私はもう無理。この質問はお答えできませんでした。でも。悔しい。で、乾麺であれば直径 1.3 ミリの未満がそうめんで、 1.3 ミリ以上の 1.7 万ミリ、なんかすごいっすね。マジか。お恥ずかしい。本当に恥ずかしいです。ごめんね。ほら、知らない人もいる。知らない人もいる。やっぱさ、そうだよね。今日知ったってこと、今日学んだってこと、いいね。やっぱ勉強になる。いや、勉強になるわ。え、なんて嘘を教えてる人いるの？冷やした麦とか信じちゃう。いや、本当に信じそう。私さ、何でも信じちゃうからさ、よくないんすよね。待って。明日のヘアスタイルは、明日は、まあ、あれですよね。チア、やっぱまたやるわけですから、こういうポニーテールをしてですね、前髪をこうやります。前髪をこう、下ろします。作ります。でもさ、私さ、もう前髪、分け目がもうさ、完璧に癖づいてしまって、なんかこの間、前髪をこういう風に戻した時にさ、おかしかったんだよね。おかしかったんだよ。ちょっとだから、どうにかしたい、これ。分け目を。詐欺に引っかからないでね。あ、それは大丈夫。詐欺は絶対引っかからない。引っかかったら助けて、みんな。冷やし中華のホットお願いします。と待って。さすがに私はわかるはず。冷やし中華のホットは、冷やし中華のことありませんよね。でもさ、たまにさ、麺がちょっとあったかいみたいな。あったかい。うん、わかんない。でもないです。もう無理、私さ、ダメだ。深夜テンションの、今波があって、深夜テンション、私には。さっきまでここだったの。今、これ。で、またどうせこうなっていくんだよ。で、ここで多分配信終わると思う。時間的に。さあ、みんな、質問して。
本当にやばい、本当にやばい、助けて助けて、最後エフェクトなしでバイバイ。うーん、わかった。ラーメンを冷やしたものが冷やし中華。え、違うよね、私の知ってる冷やし中華そんなんじゃないけどで、もうやめてください、ひっか、やばい、混乱してきた混乱してきた混乱してきた。さあちゃん無理しないでくださいね。うん、大丈夫、ありがとう。好きな映画は、なんだっけ、名前が出てこない、名前が出てこない、名前が出てこないけど、なんだっけ、やばい、名前が出てこない。私さ、そう、ミュージカル好きだからさ、レ・ミゼラブルとか好きだよ。タンタ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 ラタタンタタンタタン、はあ、こうやって混乱するようなコメントを送ってきてくれる楽しいからいいけどそうだね、さよならエアマンタスもそうだ、そうだそうだそうだよ。でもでもね、やだばんって感じでね、私がね、思い出のある、まあそれはまあエレマントスもそうだけど、いやでも本当になんかもう心の底から感動した映画がそれなの。エレマントスも感動するよ、もちろん面白いし、ね、みんな見よう、エレマントス見よう。アボカドって恐竜の卵って知ってましたか？違うでしょ、違うでしょ恐竜の卵なんか今存在しないし、アボカドは卵じゃないです、まず卵ではないです。はい、もう混乱しないです。ジブリ新作見たりしますか？ジブリ、あれねなんなん、あれはどういうお話なんだろう、超気になってる、うん、面白そうだよね。見た？みんな、うん、レミゼ、そう、レミゼラブル、最後笑いなしで最後口、オッケー。じゃあ18分になったらしますね。ちってちって、もう引っかからない、もうもう引っかからない、もう分かった。じゃあエフェクト外してバイバイと告知と、あとはあれかな、ジブリはただただすごかった。ジブリか、私ね、ジブリの中で一番好きな作品がさ、もののけ姫なの。だからこの間さ、勤労でさ、もののけ姫やっててさ、最高だった、本当に最高。我が名は明日がと、あのあれが好き、私は何だっけ、何だっけ、あの何だっけ、黙れ小僧のやつ、あの大きいワンちゃん、狼か、好きなの。やってたね、明日かかっこいいね、明日かかっこいい、よしおお、ちょっと待って、コメントが、あの子を解き放て、あの子は人間だぞそう、でもサルチン、おはよう、おはよう、今起きたの私はこれから寝るよ、オッケー、ワンちゃん、オッケー、ワンちゃんじゃないね、まずね。いや、じゃあもうそろそろ告知するか、18分ではないけど、じゃあ最後に告知をさせてくださいはい、告知します。3度目の告知なんですけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、 OK、 明日の27日映画さよならエルマントスの公開記念イベントがありまーす、イエーイ。場所等はあれですね、私のツイッター、インスタ等で、告知していますので、まあ、リンクも貼ってますので、ぜひそこからご確認くださいませ。くださいませ。でですね、
なんとそのイベントに参加すると私たちミスマガジンのチェキ、まあ、ランダムとなってしまうのですが、ランダムチェキがゲットできますね。ぜひ皆さん迷ってる方、行こうかなって迷ってる方がいましたら、ぜひぜひ来てくださいね。トークイベントとか、トークショーね、トークショーとか、あと私たちのダンスパフォーマンスがもう間近で間近で見れちゃう。本当に楽しい楽しい、とても貴重なイベントとなっておりますので、ぜひ皆様お越しください。お願いしますそれとですね、あとですね、いくつ、9月30日と10月1日に沖縄撮影会ツアーに私が参加させていただくことになってます。はい、沖縄撮影会ツアーは、まあ、ゲーム大会とか、あとみんなで美味しいものを食べたりとか、もちろん撮影会とかあったりですね。とても楽しいイベントが盛りだくさんですぜひ皆さんね、こちらも確認してみてください。私の今のね、ツイッターのトップ固定にしてあるので、そのツイートがぜひね、確認してみてください。それでですね、もうこれ大事、なんとそのあれですね、なんとじゃないですだってあ、やばい、本当ね、違う早割りプランっていうのがあるんです。そう、早割りプランっていうのがあって、その締め切りが7月31日までなので、ね、多分そちらの方が絶対お得なので、もし参加したいって方がいらっしゃいましたら、そちらの早割りプランをおすすめいたします。そしてその、まあ、プラン限らず予約をしていただいた方には、なんと私の、水着ショットのブロマイドがゲットできます。いや、本当に私は普段もそういうこと絶対しない人なんですよ。水着のチェキとか、なんかミスマガ以外でそういうプレゼントとかは全くしないので、ね、ぜひね、本当にレア、本当にレアなので、でもこれしかないのかなって。だから、ね、ぜひぜひ、ね、欲しいって方がいましたら、ぜひね、一緒に沖縄ツアーも楽しんで、その、プロマイドもゲットできてっていう、ほんと幸せな時間をどうですかってことですそれが告知なんです、2つ目の。でもね、ちょっとね、お値段もあれなんですけど、お高いのですが、ね、ぜひいっぱいお写真撮ってほしいし、一緒にゲームとか一緒にね、おいしいもの食べたりとかもしたいので、ぜひぜひたくさんのご参加ご予約お待ちしておりますってな感じで、最後エフェクトを取るということですね。取りますか？え、マジで？取った。取れた。取れちゃった。本当に顔変わるよね。どうですか？うん。いや、私さ、やだ。ちょっとみんなさ、やだ、やなんだけど。よいしょ。告知頑張りました。頑張りました。告知。やばい、本当に顔。その方がいいな。本当に。ではもうこれでいい。最後ね。水着は取れるの？水着は、待ってください。水着は、取れたと思います。確か。あ、待って、本当ごめんなさい。記憶が。ちょっと待ってね。エフェクトは何回見ても見られん。本当に？告知ができて偉い。加工いらない？本当に？かっこ、今日は顔がちょっとむくんでるんすよ。実は顔むくんでるんすよ。なんで、そうですね、そう、あ、そう、なしだったか、ほくろセクシーそう、私本当にやばい、本当記憶力が今ゼロに近いから、そろそろ脳みそを取り替えたいどういうことだってな、新しいのに寿命が来てるので取り替えたいってな感じで、はい、告知もしたので終わりですかね。皆さん本当に今日は長時間
ありがとうございました。楽しかったです。ソウルフード、ソウルフード、あれですよ。あのですね、韓国じゃなくて、好物ですね。もう勉強になりました。ありがとうございます。では、また、明日、会う方は明日、ね。ぜひぜひ、迷ってる方がいましたら、ぜひ参加してみてください。以上、藤本さらでした。バイバーイ。ありがとね、みんな。おやすみ。おやすみなさい。2時間。2時間もしたんだ。あっという間でした。ありがとうございます。バイバーイ。明日見に行く人の言葉、ソウルフード。よろしく。みんなそうだよ。よろしくね。はーい。バイバーイ。お疲れ。